美しい稜線を描く山々、リアス式海岸の続く男性的な海岸線、伊豆の瞳と呼ばれる美しい湖など、数々の自然の恵みに囲まれた伊東市は、静岡県伊豆半島の東海岸に位置し、首都圏からも大変アクセスしやすく人気の観光地です。伊東温泉は豊かな自然とゆったりとした空気が人気の、大人から子供まで楽しめる一大リゾートです。美しい自然環境や花々、マリンスポーツ、海の幸や温泉と一年中楽しむことができます。伊東市は日本三大温泉郷の一つに数えられるほど多くの源泉を有する温泉地です。風情あふれる温泉旅館や近代的なリゾートホテル、日帰り温泉施設はもちろんのこと、地元の方々も利用する銭湯も温泉なんですよ。市内のあちこちに足湯やモニュメントなどがあり、いつでも気軽に温泉を楽しむことができます。伊豆半島最大の漁港、伊東港。ここで水揚げされた相模灘の豊富な海の幸は、新鮮なまま市内各所の旅館やホテル、レストランなどに運ばれ、伊東市民のみならず全国各地から訪れる観光客の舌を満足させています。花と海と出で湯の町、伊東温泉。ここは見て食べてくつろいで自然の魅力を感じることができるところです。お椀を伏せたような稜線が美しい大室山。およそ4000年前に噴火し、その噴火口の跡が今でも残る単成火山です。平成22年8月、一度の噴火で形成された火山の典型例として、国の天然記念物に指定されました。遠く離れた場所からでも人の目を引きつけるその姿は、伊東市のシンボルとして親しまれています。標高およそ580メートルの山頂までは観光リフトで登ることができます。360度見渡す限りの大パノラマが目の前に広がります。相模灘に浮かぶ大島などの島々、富士山や箱根、天城連山へと続く山並み、その眺めは伊豆随一と言われています。
山頂の直径300メートルほどの火口の周りをぐるっと一周できる遊歩道はお鉢巡りと呼ばれ、多くの観光客が訪れます。遮るものが何もない、およそ1キロの空中散歩をお楽しみください。大室山のふもとに広がるおよそ4万平方メートルの広大な公園が桜の里。その名前からも分かる通り、園内の至る所に植えられているのがおよそ40種1500本もの桜。中旬には10月桜が咲き始め、寒桜、黄寒桜、ソメイヨシノ、さらに5月に花開く佐野菊へと8ヶ月にわたり、大室山を背景にしてさまざまな種類の桜が絶え間なく咲き誇ります。桜の開花に合わせ、伊東市内の各所では桜祭りが行われ、県内外から訪れる多くの観光客の楽しげな声が響きます。伊豆高原駅前から続く全長3キロにも及ぶ桜のトンネル。桜の花が描くアーチは圧巻の一言、見る人たちの心を躍らせます。夜になると辺りは幻想的な雰囲気に包まれます。ライトに照らされた桜は昼間とは違った美しさがあります。伊東市内の中心を流れるのが伊東大川、通称松川です。春、川沿いの遊歩道は桜の道へと姿を変え、伊東の街に色を添えます。夜になると遊歩道沿いの桜はライトアップされ、より風情あふれる情景へと変わります。湯上がりに浴衣姿で夜桜見物、皆様もいかがですか？
この美しい湖は伊豆の瞳とも称される一碧湖。一碧湖はおよそ10万年前の噴火でできた火口湖です。湖畔には遊歩道が整備され、春には桜や新緑、秋には紅葉と四季折々散歩しながら季節の移ろいを楽しむことができます。およそ1万5000年前の噴火によってできた標高321メートルの小室山。ふもとから観光リフトで着いた山頂にあるパノラマ展望台から相模灘に浮かぶ伊豆七島や天城連山など360度の景観を楽しむことができます。あっちもすごい道並みが。麓に広がるのは1000種4000本の椿が10月上旬から4月中旬にかけて咲き誇る椿園。ゴールデンウィークの頃には40種10万本のツツジが丘の上に赤い絨毯を敷いたように咲き乱れるツツジ園など、一年中楽しめる花の名所となっています。伊豆半島唯一の本格的ロックフィルダム、奥のダムによってできたのが松川湖です。湖畔には味噌遊び広場や花の広場も整備され、春の桜や秋の紅葉など四季折々の自然の移ろいを楽しむことができます。温泉街伊東の情緒を伝えているのが東海館です。昭和3年に温泉旅館として開業し、平成9年に廃館した後伊東市に寄贈され、その貴重な木造建築を後世に伝えるために平成13年に観光施設として生まれ変わりました。建設当時、国内外の高級なヒノキや杉をふんだんに使用し、3人の棟梁を各階ごとに共作させたこともあり、廊下の飾り窓や階段の手すりの柱などにそれぞれ違った職人の技と凝った衣装を見ることができます。他にも玄関の豪快で力強い彫刻や書院障子の組木のデザイン、照明器具なども見どころです。この東海館、
見学するだけではなく、お風呂に入ることもできるんです。もちろん温泉ですよ。普段は静かに流れている松川が、この日は歓声に包まれます。伊東市に夏の到来を告げるイベント、松川たらい乗り競争です。そんな向きになって来いでも。さあ至ってシンプル。たらいに乗って川を下る。たったこれだけ。しかしこれが難しいんです。でもそれがとっても楽しいんです。子供から大人までみんなが楽しめるイベントです。たらい乗り競争は毎年7月の第1日曜日に開催されます。夏本番。伊東最大の海水浴場、伊東オレンジビーチは多くの海水浴客でにぎわいます。フェニックスの揺れるビーチが南国気分をより一層盛り上げてくれることでしょう。伊東オレンジビーチは町から徒歩数分のところにあるので、水着のまま出かけ、濡れたまま戻って温泉に浸かることもできちゃいます。市内には他にも、遠浅で波の静かなビーチの宇佐美海水浴場、玉石で透き通った水の川名海水浴場、泳いでいるといろいろな魚たちに出会います。海水浴場のすぐ隣にあるのが、玉砂利で水のきれいな川名イルカ浜公園。きれいに整備されていて、小さなお子様のいる家族連れに人気です。海岸は小さな海水浴場ですが、すぐ近くに岩場があり、磯遊びなども楽しめます。皆さんも自分好みのビーチを探してください。伊東市の夏最大のイベントが安神祭です。安神祭はここ伊東の地で日本初の洋式帆船を建造したイギリス人ウィリアム・アダムスを称えるお祭りです。安神祭は毎年8月8日から10日までの3日間行われます。
期間中は灯籠流しや太鼓合戦などが催され、多くの見物客でにぎわいます。最終日の8月10日には、式典や伊東市民による国際色豊かなパフォーマンスなどが行われ、祭りを盛り上げます。ありがとうございます。8月10日の夜には安神祭のメインプログラムでもある海の花火大会が行われます。1時間におよそ1万発の花火が会場5カ所から絶え間なく打ち上がり、オレンジビーチを埋め尽くす見物客からは大きな歓声が上がります。スターマインや空中ナイアガラなど、目の前で次々と打ち上がる花火は迫力満点。伊豆半島最大級の花火大会です。は大室山がおよそ4000年前に噴火した時、溶岩が海に流れ出し波によって削られてできたおよそ9キロにわたる雄大な海岸です。幾重にも入り組んだ岩礁、岬から岬へと続く眺めはまさに壮観です。門脇灯台を中心に全長およそ9キロのハイキングコースがあり、中でも門脇崎の海の吊り橋はスリル満点です。およそ700年前から続く伊東に春の訪れを告げる行事が大室山の山焼きです。正午の合図とともに一斉に放たれた火は、柔らかで美しい山肌を一気に駆け上がり、20分ほどで山を焼き尽くします。燃えた灰は新芽の肥料となり、再び美しい大室山を形作る糧となります。大室山の山焼きは毎年2月の第2日曜日に開催されます。
修学旅行などで誰もが一度はやったことがある枕投げ。それを競技にしたのが全日本枕投げ大会 in 伊東温泉です。ただの枕投げと侮ってはいけません。参加している選手たちは真剣そのもの。試合開始の合図とともに力いっぱい枕を投げ合い、飛び交う枕を避けながら繰り広げられる真剣勝負は迫力満点。大人も子供も楽しめるイベントです。自然と温かな人たちに包まれた町です。自然は人々に安らぎとさまざまな恵みを与えてくれます。美しい景色、美味しい海の幸、温泉で癒され温かな人たちと触れ合う。花と海と出湯の町伊東温泉で楽しいひとときをお過ごしください。